先ほどの蹴り、はい、蹴りの前蹴りの距離がある場合の受けの説明を言いましたわけです。非常に腰高い。すごいこうシンプルなアドバイスですけれども。腰が高いと動きがやっぱ制限されてきますから、低ければ幅が広がりますから。はまあ、瞬間に腰が下がるんであればいいけど、まだまだその段階じゃないんで、なるだけその辺を覚えてもらわないとということですよね。やはりじゃあその腰の低さというか深さというのは重要ですよね。ただまあ通常は最初から低くていいってもんじゃないんですけども、はい、まあ、覚えていく上においては必要ですね。実際に攻撃が素早くなっていくと腰は下がりますから。今いい具合に入りましたね。まだ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 ですか。まあ、優しくやってますよね。一応お互いのことを考えながらそれなりに練習してる感じですね。じゃあまあそのどっちが勝つかとか、そういう目的ではなくて。そうですね、この組手はもうそれぞれの練習で、はい、もうお互いが思い合いながら、なおかつちゃんと自分の練習やってますね。この右側の彼は、彼は日本拳法をだいぶやって、はい、私ども来てからは3年半ですね。3年半。はい、もう3年半というと一応一通りキャリアがあるというふうに考えていいんでしょうか。腰をもっと楽に、なんとなくこう概要が見えてきたんだろうということと、あとまあ歩いて、はい、動くこととか、さまざまなそういう、まあ、外役がなんとなくつかめてきてるとは思うんですよね。体自身も非常に中の方がだんだんできてきてるとは思うんですけどね。でそれをどう表現していくかってまだまだこれからやることはいっぱいあると思うんですけど。もう一回始め。見た目よりはかなり強くなってますね、彼らは。あ、見た目よりは、だから実際に、はい、真剣にやっていくと非常にいいものを出してきましたね。他がいっぱいあるわけですよね。でもかなりギリギリまで待ってましたね、打つまで。いやいや、ギリギリじゃないですよ、はい、あれは当たり前です。それじゃないととても勝負はそれで終わっちゃいますから。これ左側の子は、はい、アメリカンフットボールがもうずっとセミプロというかプロというか感じのところまでやってる子で、大飛拳は何年ぐらいやってるんですか。彼は2年ぐらいですかね。やられることない、自分の空間をちゃんと確保した。もうこの状態でもう入りますから。はいはいはい、そうですね。まあ、敵もさるもので蹴りから来ました。打ってるという様子が、あ、そうですね、中でも体の中がもう動き出してますから、はい、あまりそういう考えてるといいまして、そういう形になってきますよね。相手の取りが分からないですと。この接近してきてから打たれるまでの間がすごい短いというか、はい、そうですね、打つという時はもう打たなきゃいけないわけですから、それ逃したら私がやられてるからね。ああ。